のリンク用 URL を確認しましょう。人気ブログランキングへの登録が完了した際に届いたメールを確認します。メールの本文のリンクの設定方法という部分に表示されている URL をクリックします。すると、リンク方法の確認というページが表示されます。リンク URL とリンクタグの内容をアクセサリーのメモ帳などにコピーして控えておきます。ここで一つ注意してください。ページ下部に表示されているピング送信先 URL も同時に控えておいてください。この URL は次の章で有効に活用できます。次にリンクタグの下に表示されているリンク用バナー画像をクリックします。すると、数種類のバナー画像が表示されるので、お好きな画像を右クリックします。名前をつけて、画像を保存を選択します。保存先は、ご自分の分かりやすいところにしておきましょう。任意の名前をつけて保存します。